これ友達チョコです。いや違うんですよ。へえ、意味があるんだ。飴は好き、マシュマロは逆に嫌い。トミに相談してみるか。でもな、しかし気が散るんだけど。味チョコのお返しなら形に残るものの方が嬉しいかな。なるほど。好きなの？え？相手のことよく思い浮かべて。気にはなっているかな。と、小見さん、あ、翔子さんはいらっしゃいますか？どうしたの？タナノック、翔子は今お使いに行ってもらってるの。今お茶持ってくるわね。あ、すみません。お父さん、それお父さんが飲むんだ。チョコのお返しです。へえ、意味があるんだ。飴は好き、マシュマロは逆に嫌い。